はい、です。今回ですけども、今回の動画は、ちょっとね、先に言っとくんですけども、この動画は編集しておりません。編集してない理由も、まあ、もう結論から言っちゃうんですけども、パソコンが壊れました。はい。パソコンが壊れたので、この動画は編集できていません。はい。編集できていませんというか、編集がもうできていないというか、もうできない状態なので、この動画をね、もう本当にノー編集で、上げさせてもらうんですけども、ちょっとそこだけはね、ご理解お願いしますということで、はい。でね、この動画ではちょっとね、皆様にね、お知らせがあって、もうお知らせというか、このね、約3週間ぐらい動画が上がってなかったじゃないですか。だからその理由をね、ちょっとお話ししようかなと思ってて、パソコンがね、修理に出して、パソコン修理に今出してるんですけど、そのパソコン修理終わって、帰ってきてから、編集して動画を出すっていうのも良かったんですけども、結構ね、そのパソコンの修理に時間がかかるらしいんですよ。だからちょっともうそれ待てないなということで、お話ししようかなって思ってます。はい。なんでそこはちょっとね、ご理解お願いしますということで。まあ前ね、編集してもう一回しっかり動画出しますよっていう風に伝えたんですけども、ちょっといろんなトラブルがあるんで、ちょっとそこはね、ご理解お願いしますということで。はい。でね、まず、動画をね、3週間ぐらいね、上げてなくて、本当にね、すいませんでした。そこはちょっとね、僕もいろいろ考えがあったので、ちょっとそこはね、しっかり共有させてもらおうかなって思います。まあ、僕はね、もう前から見てる方はわかると思うんですけども、こういうふうにね、いろんな、なんて言うんだろうな、例えば、前にこういった考えがあります。じゃあ、これからこれをやります、みたいな。そういうことを言ったけども、次の日にはちょっと考えが変わってやっぱこうしますみたいな、そういうちょっとね、考えが変わったら即行動っていうね、まあいい意味でも悪い意味でもね、まあそういうちょっとなんていうんですかね、テキパキした人間なんですよ。だそこだけはちょっとね、まあみんなね、分かってる人もいると思うんですけども、まあそこはしっかりね、考えを共有していかなきゃいけないということで、お話ししようかなって思います。まず何があったかちょっと説明しますね。まあ動画、一番直近のやつがね、3週間前ぐらいに上がって、まあその1個前の動画で、前までね、1日3本投稿で、ノー編集で、ポンポンポンってね、連投、動画をね、いっぱい出してたみたいなことを、に切り替えて、やっぱりそれやめますと。やっぱりしっかり編集して、クオリティの高い動画を1日1本出しますよ、みたいなことをね、言ったと思うんですけども、僕はそこで考えたわけですよ。1本だけ、1日1本投稿するならば、その動画の再生数をしっかりとしたものを取っていかなきゃいけないって僕は思ったんですね。要はこれどういうことかっていうと、1日3本出せたら、例えば1個の動画が2000再生だとしても 2×3 で6000再生じゃないですか、1日で。だから1本の動画の再生数があんまり良くなくても、それが ×3 だから3倍になるわけですよね。うん。でも、1日1本にすると、その1本の動画の再生数だけで戦わなきゃいけないんで、ちょっとそこが、やっぱり、変わってくると。いつもより、気持ちの面でも、動画の作り方でも、やっぱり変わってくると思ったんで、これを、どうにかして、1個の動画の再生数を取っていかなきゃいけないって僕は思ったんですよ。そこで、ま、いろいろね、やり方あると思うんですけども、僕はちょっとま、戦略というかそういうのを考えて、それを試していこうっていうふうに思ってて、で、1個目、次の動画で上げたいじゃないですか、1本。そしたらその動画の再生数今、だいたい7500ぐらいかな、今のところ。だからだいたいね、本当に伸びが止まんなくて、徐々に伸びていってて、まあ多分あれは1ヶ月後ぐらい、まあこれ、2ヶ月後ぐらいかわかんないけど、多分1万再生も別に見えなくはないところまで来てるんですよ。で、これ1万再生ってすごいかすごくないかって多分ね、人によって違うと思うんですけども、ファッション系の動画っていうのは、本当に閉鎖的な、ジャンルなんですよね。要は、ファッションに興味がある人しか見に来ないわけですよ。うん。でも、俺の動画ってちょっと違くて、ファッションには別に、こいつのファッション別に興味ないけど、俺自身に興味があるから、見に来るっていう人もいるわけですよね。だから、まあ、そこはちょっと他のファッション YouTuber とはちょっと違うんですけども、まあ、僕はそういうやり方をね、あえてしてるんですけども、だけど、このファッションっていうくくりの動画で1万再生って、なかなかすごいわけですよ。まあ、要は、これ名前出しちゃうと、ゲンジっているじゃないですか。ゲンジって今チャンネル登録100何万人いると思うんですけども、あの人の再生数も、平均的3万、4万とかの再生数なんですよ。まあ、いい時は10万いくと思うんですけど、平均は3、4万、まあ、5万ぐらいなんですよね。要はこれどういうことかっていうと、トップのゲンジでも、平均が3、4万再生数、3、4万の再生数ってことは、普通に1万再生でも、全然すごいんですよね。そう。ちょっとね、これはいろんな YouTuber がいるから、1万再生があんまり良くないとかって見られるかもしれないですけど、ファッションのジャンルの中で1万再生、もう5000再生でも全然すごい方なんですよね、これは。
うん。だから、僕が1万再生取れれば、僕は全然もう上出来だと思ってて。だから、あの1本目の再、1本目の動画から、再生数ガーって俺戻したじゃないですか。で、しかもガーって戻したにもかかわらず、なんていうんですかね、今にも伸び続けてるし、もうなんていうの、俺の動画の中でも結構再生数高い方なんじゃあれ。だから、前までね、再生数ちょっと落ちてきてて、視聴者からね、再生数大丈夫かって言われてたけど、今めっちゃ伸びてるじゃん。しかも、1本目で切り替えた後の1本目の動画でガーン出してるじゃん、結果。だから、あ、俺これいけるわと思って、でもそれってすぐに判断できることじゃなくて、やっぱり、次の日、見ても、言ってもね、そんな再生数伸びてなかったんですよ。だから、これはちょっと期間空けて考えるしかないと。今、その次の日だからといって、1日経ったかといって、すぐに、あ、これ違うなって思ってはいけないなと思ったんですよ。ちょっと期間あげて、後伸びするかもしんないから、ちょっと一週間ぐらい期間あげて、ちょっとこれ試そうと思ったんですよ。で、一週間経って、それがどんどん伸びてきたから、あ、これでいこうと僕は思って、まあ思ったんですね。よし、じゃあ今から投稿どんどんしていくぞって。そう。そう思ったんですけど、そのタイミングでパソコンが壊れたんですよ。そう。パソコンが壊れたっていうかね、なんかね、パソコンは、普通に、画面とか見れるんですけど、キーボードが打てなくなったんですよね、いきなり。だから、キーボードが打てないっていうことは、これ、要は編集できないんですよ。そう、テキストも打てないし、カットもできないから、もうどうしようもないということで、で、それをね、アプリに持ってったんですよ、すぐ。そしたら、ちょっとこれはすぐ直らないですと。キーボード自体の故障なので、修理に出して、ちょっと時間待たなきゃいけないというか、かかると言われたんですね。で、そこで、じゃあすぐ編集じゃねえや、すぐ修理出しますって言おうと思ったんですけど、そこで一個これもうね、なんでこんな不運なこと続くんだろうなと思ったんだけど、これ修理に出すと、データが消える可能性が大いにありますって言われたんですよ。これ要はだからバックアップ取らなきゃ、全部データ消えますよって言われたんですよね。だから僕のパソコンに大事なデータいっぱい入ってるんですよ。まあ、YouTube の、なんていうの、アプリだ、編集アプリだったり、まあ、YouTube 以外の今いろんなことやってると、言ってるんですけど、そうやって言ったと思うんですけど、それいろんなことやってるデータ入ってるんですよね。だからそれ消えちゃうともう元も子もないんですよ。だから、バックアップのその外付けのやつを買わなきゃいけないし、バックアップのその外付けのデータにデータを取り込む時間も必要だと言われて、すぐに今出せないってなったんですよね。だから、持って帰ってきて、外付けの、やつを買ってきて、バックアップのそのデータ入れて、修理に出したみたいな感じなんで、で、そっからまた修理に時間かかるっていうことで、今現在もパソコンが帰ってきてないんですよ。そう。だから、よし、じゃあ一週間経って、一番直近の動画の再生数もいいから、この戦略で次行こうって、なって、そっから、よし、じゃあ動画投稿するぞってなって、編集しようと思ったらパソコン動かない。で、パソコン修理出します。今修理出せません。バックアップのデータ取り組みます。それに時間かかります。で、今修理出します。まだ帰ってきてないっていう状態です、今。そう。だから動画出せないんですよ。そう。そういう理由がありました。うん、だから本当にね、僕もね、焦ったんですよね。よっしゃ、これで今うまくいってるぞと。YouTube 1本目から、切り替えて1本目から、即結果出したぞと。よっしゃ、これで行こうってなった途端、パソコンが消えたんで、マジかって思ったんですよ、僕も。本当に勘弁してくれよって思って。なんでこんな、よっしゃ、うまくいってるっていう時にそういうことが起きんねんって思ったんだけど、だからそういう理由で動画が上げれてませんでした。はい。ね、だけど、思ったんですよね。そこで、じゃあ、ノー編集で動画を出せばいいじゃないかって思う方もいると思うんですよね。ノー編集でもいいから動画見たいっていう方もいると思うんですけども、俺はそれ違うなと思って。やっぱり編集しっかりし直して、動画やっぱり一日一本でクオリティ高い動画出していきますっていう風に決めたからには、やっぱりそうやってね、僕自身も、やっぱり己との問題なんですよね、これは。一本の動画のクオリティにこだわるかこだわらないかっていうのは、本当に自分自身の己の問題なんで、俺はそれ嫌だって思ったんですよ。うん。せっかく編集したからこそ、今、直近の動画の再生数が良くなったっていうのも、理由としては僕はあると思うんですね。それで戻ってきてくれた視聴者さんも多分いると思うんで、だからそこはしっかり、俺は曲げないでこれからやっていきたいと思ってるので、それはちょっと違うなって思ったので、動画を上げてなかったんですよ。で、じゃあもうどうしようと思ってて、まあ、これぐらいのね、ちょっとまあ動画上げれてない理由を、説明する動画は、ぐらいは、まあちょっと、緊急なんでね、編集なしで動画を出してもいいんじゃないかっていう結論になりまして、今ちょっとね、このタイミングで動画を出してるんですけども、まあだから、うん、本当に何も隠さないで理由を言うとこんな感じです。
まあ言い訳にね、聞こえる方もいると思うんですけども、まあ本当に、すいません、そこは。うん。ね、本当にね、パソコンね、まあいっぱい長期間、長年使ってるんで、そういう故障もね、まああるので仕方ないとは僕は思ってるんですけども、まあパソコンが快適次第ね、僕はね、今ね、その、編集できない分、撮影はいっぱいね、もうストック貯めてるんで、それを編集バーってやって、動画ね、しっかり上げていくので、まあ大体、動画が上がるのが1週間ぐらいかな。うん、この動画の、うん。この動画を上げて1週間後ぐらいから、ちゃんとしたね、また動画出していくので、そこまでちょっとね、皆さん過去動画見たり、まあちょっと待ったりとかしてもらえたらなって思います。まあ本当にね、皆さんね、インスタの DM でもね、動画上げないんですかって言われ、結構ね、来てくれるんですよ。だからね、本当にいろんな人が待ってくれてるし、YouTube のね、過去の動画のコメント欄に、お前動画まだかみたいな感じでね、言ってくれるね、まあ視聴者さん、うん、もいるんで、まあ、相変わらずね、普通にね、応援して見てくれてる人だったり、まあ、アンチの方もね、相変わらずね、愛してくれてるんだなって思ってます。もう僕本当にね、嫌いじゃないんで、アンチの方もね、前から言ってますけど、うん、見てくれる分ありがたいと思ってるんで。はい。まあ、そんな感じで、まあ、そういう理由でね、ちょっと動画が上げれてなかったんですけども、まあ、皆さんご理解本当にお願いします、ということで、はい。本当にね、俺ももどかしいっすよ、マジで。本当にもやもやしてますよ、今。YouTube 上げてなくて。うん。怖いもんだって、YouTube この上げてない期間で、視聴者さん離れちゃったらどうしようって。まあ、そんなことはないと思うんですけどね。俺に、大いに魅力があるので。魅力がある人には、どんなに、期間が空いても離れないっていうのはね、まあ、僕はね、思ってるし、分かってるのでね。はい。まあ、そこはちょっとね、まあ、動画待っててくださいよ、ということで。はい。まあ、そんな感じでね、皆さん、ちょっと、あと少しだけね、動画待っててくれたらなって思います。ということで、じゃあね、僕は、今から大学に行ってきます、ということで、大学がね、もう始まったんですよ。うん。だからね、そういうね、大学のね、大学関連のね、動画のね、素材もね、これからちょっと上がってくる可能性もあるのでね。うん。例えば購入品の動画だけど、大学に行く素材とか、まあそういうところも映るかもしれないんでね。まあそこはちょっとね、お楽しみにしてくださいと。ということで、じゃあそんな感じでね、僕は今から大学行ってきますということで、皆さんもね、今日一日というかね、まあこれ多分夜に上がってると思うんですけども、今日一日ね、頑張っていきましょうということで、まあ僕はね、本当に YouTube の熱はね、一切ね、冷めてないし、もう、よりもう熱が高まってるのでね、本当にもう YouTube したい、YouTube したいって今思ってるんですよ。本当に僕ね、承認欲求の塊なんですよ。YouTube したいんですよ。YouTube こうやって動画出してみんなから反応もらって、それが気持ちいいんですよね。だから俺はね、もう本当に一生 YouTube やるから。いろんな形でもね。うん。だからそこはね、皆さんね、僕のこれからのね、YouTube のストーリーをね、見てもらえたらなって思います。はい、本当にね、この人生は諦めたら終わりなんですよ。これだけ言っとくよ。俺は諦めないから。うん。諦めないし、諦める理由もないし、諦めるべき人じゃないから。こんな才能持ち合わせてたから。うん。諦めたら、他の人に失礼なんですよね。はい。まあ、そんな感じで。まあ、こういうね、感じのね、僕ですけど、これからもよろしくお願いしますということで、じゃあちょっとね、今から僕は、大学にね、行ってきますということで、じゃあそんな感じで、皆さん、あと1週間ぐらいね、ちょっと動画を待っててくださいということで、まあ、そんな感じのね、理由でした。動画出してなかったのはこういう理由でしたということで、皆さんね、まあ、不満とかね、早く動画出すよっていう、そういう不満はこの動画のね、コメント欄にぶつけてください。はい。まあ、それは別に全部僕受け入れるんで、僕のミスなんで。はい。まあ、そんな感じでね、じゃあちょっとね、この動画終わりたいと思います。ありがとうございました。